YouTube チャンネルを始めてからの毎月いくら稼げているか気になります。あるいは年収でも良いしです。5歳年下の人が好きなんですと、どういうアピールをしたらいいですかっていうのが。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、Twitter や Instagram で皆さんから募集いただいた質問に答えていく質問コーナーをしていきたいと思います。もう質問コーナーは久しく2年くらい結構やってなくて、久々に皆さんから質問をいただきました。たくさんの質問ありがとうございます。いろんなジャンルがやっぱりありましたね。まあ、車椅子や体の質問であったり、あとは恋愛の質問であったり、あとはお仕事、収入、お金の面なんていう質問とかね、あったので、まあ、答えれるだけ答えていきたいと思います。同じような質問もあったので、それは一緒にまとめて回答していければと思います。はじめまして。まこさんはおしゃれなんでありがとう。服とかはどんなの着たりしていますかと、あとはどんなブランドが大好きですかっていう質問をいただきました。自分が服のセンスいいっていうのを思ってないんですけど、まあ、基本的に、まあ、無地のものしか着ないですね。ロゴはまこちゃんの私のオリジナルロゴ T は着ますけど、ほぼ今持ってる服はもう無地です。で、最近はこういう黄色とかの、まあ、原色とか暖色系、寒色系に対して白のパンツ、黒のパンツ合わせたりっていうことが多かったりしてて、自分の好きなブランドっていうのは基本なくって、まあ、ユニクロさんとか GU さんとかも全然行くし、全然好きだし、最近なんかこうポイントポイントで買うアイテムとして、あ、なんかここのブランド可愛いなとか、結構なんか買いたいなって思うブランドが、ドットST っていうサイトにあるローリーズファームっていうブランドであったり、あとダブルクローゼットっていうブランド、あとペイジーボーイとかだけっていうブランドが、なんか一個一個のアイテムが可愛いなっていう風に思いますね。ネットで買うことが多いです。で、シーンとか今流行りだと思うんで買うんですけど、サイズがやっぱり分かんなくて、フリーサイズとかまたは一番小さいサイズとか買ったりするんですけど、左右の縫い方が違ったりすることがすごく多かったんですよ。それもあって基本的に買わなくなりました。なんか買って結局着なくて無駄にするっていうのもすごい嫌なので、縫い方が綺麗であったり、質感、素材も良かったりするものを私は買おうかなっていうふうに思ってます。車椅子のことですね。車椅子はどこのですか、いくらですか、あとこだわりポイントとか、逆に今何かこう改造したい点があれば教えてくださいということで、車椅子今私こんな感じのね、車椅子を乗っていて、これは私が初めて買った車椅子、1台目からずっと変わらない松永さんの C-MAX という車椅子になります。値段はちょっといくらだったか、あまり本体だけの値段っていうのは覚えてないんですけど、クッションとかもろもろつけてやっぱ売り50万くらいしたと思うんですね。補助が出たので自己負担はその半分くらいかな、だったと思います。こだわりポイント、買った当初からすごくいろいろ自分の方で改造したんです。 YouTube の方にも載せてる時ありますけど、背もたれとかを、自分の風に体に合わせてこう座った時にね、しっかりとした姿勢を保ってられるようにオリジナルに改造したりしました。ただ全したいポイントっていうのが今あって、買った当初より今の体の方が結構形勢が強いっていうのもあるんですよね。だから今の体に合わせた形勢を少し抑えるような車椅子っていうのを作りたいなっていうふうに思ってます。まこさんのポジティブがいつも羨ましいです。私は歩けないのですが、車まで旦那におんぶしてもらうので、重たい、痩せろと毎回言われます。リハビリの先生にも、車椅子の方が小さくなってきたんじゃないの、痩せろよ、そんな先生本当にいいのと言われます。脊髄の病気なので体幹が保てず長く座っていることが難しくて、やっぱり痩せないのは自分の名前でしょうかということなんですけど、
甘えだと思います。ごめんなさいね、正直言っちゃって。でも甘えだと思います。確かにやっぱ運動がねやりにくいから、あ、痩せやすい体ではないと思いますが、でも痩せることは可能です。動かせるところでも動かしたり、動かさなくても自分でこう腹筋をするというイメージをね、ベッド上でふーってこうふーってこう呼吸をね、ロングブレスダイエットとかあったと思うけど、やっぱやってないのとやるのとではやっぱりそこで代謝も変わってくるし、あとは食事制限、過度な食事制限は良くないけど、しっかり自分の体の基礎代謝量に合った食べ方をしていかないと太っちゃうので、痩せることは必ずできます。だから痩せないのはやっぱり自分の甘えなんじゃないかなって思います。実際私もクス52くらいまで行ったかな、去年車椅子になって初めてそれくらい行ったし、人生でもそれくらいで初めて行ったんだけど、食事も気を使って、日々、まあ、リハビリをしていることもあるんだけどさ、痩せました。はい。ヤバチーを標準語にしてください。だってヤバチーって山形県の鶴岡市の方言なんかな、庄内地方の方言なんかわかんないけど、ヤバチーって私言うんですよ。どういう時に使うかっていうと、雨が降ってきて体が濡れた時、あ、ヤバチーとか、あ、ドアノブを触って不意に濡れてた時、触ってしまった時、ヤバチーとかって言うんですけど、まあ、濡れて気持ちが悪いかな、多分そういう感じ。境界部痛はありますか、もしくは体のどこかに疼痛はありますか、まあ痛みがあるかっていうことなんですけど、あります。みぞおちから下が麻痺していますが、みぞおちから下のその境界部痛というのはちょっとわからないんですけど、あ、お腹周りはずっとこう筋肉が硬直したような感じの痛みというか刺激があるので、ずっとなんかお腹に違和感はありますし、しびれはお尻から足の先までずっとあります。特に膝下全部がすごくしびれますね。もう剣山でずっと絶え間なく刺されてるような痛みというのがあるし、剣山で刺されてる感じもあれば、ずっと強い電気を流されてる感じ、なんかビリ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 したような感じもあります。で、お薬とかも飲んでるんですけど、やっぱ基本効かないというか、痛くないっていうほどまでは効かないです。ただ、飲まないよりは、まあ、プラセボ効果はあってか効くかなっていう感じはあります。なので一日中ずっとこう外で活動してたりすると、もう足が限界で本当にもうちぎれそうなくらい痛い時がある時は、早くベッドの上に上がりたいって思う時とかありますけど、まあ、もう慣れですね。痛いけどその痛みに負けないほどの楽しさでカバーしてるっていうのがありますね。神戸に住んでいるのですが、講演を聞きたいです。高校生で看護師を目指し、来年看護学生になります。神戸や大阪での講演会お願いしますということですか。私もなんか誰か呼んでくださいっていうことがすごい多いんですけど、まあ、確かに呼んでいただくことが一番嬉しいなとは思いながらも、自分で講演会を開くのもいいのかなとちょっと思いました。ああいう小規模だけど皆さんを呼ぶっていうのもありなのかなと思うので、スタッフさんがやっぱりどうしても必要になるので、まあ、そういうのも含めてお手伝いするよとか、一緒に講演会開こうよっていうのがあるのであれば、ぜひお声掛けください。大丈夫かな、こういうテンションで一人でさ一問一答やるのってわかんないんだよね、テンションがね。映画や DVD を見るときはどんな映画のジャンルを好みますか。今まで見た中で一番感慨深い映画などがあれば、簡単に感想とともに教えてくださいということですが、とですね、ジャンルとしては、まあ、SF 系もが好き、アクション系が好きですね。チャーリーズエンジェルとかトランスポーターとかスパイ系とかがすごい好きですね。で、まあ、あと戦争系も結構見るんです。で、海外の戦争系もすごい見るし、日本の戦争系も見るんですけど、まあ、結構戦争系は心を強く持っている時じゃないと見れないので、まあ、永遠のゼロとか俺たちのヤマトとか見たいなと思いながらまだ見れてません。ここ最近じゃないけど、ここ1年くらいの間でグッときた映画の一つとして、奇跡っていう邦画のね、あのグリーンっていうアーティストさんの本当の話というか、そういうのをこう作った映画があるんですけど、それがすごい良かった。グリーンさんの
道だっけかっていう歌が流れた時とかがめっちゃグッと、なんかもっとやっぱり自分がやりたいことをどう頑張っていくか、自分が進む道っていうのをどう信じて頑張っていくべきなんだろうなっていうのとかをがこう見えた映画かなと思いました。もう一個の映画は、これはなんかもしかしたらどっかで行ったことがあるかもしれないなっていうのがあるんですけど、92歳のパリジェンヌっていう映画があって、これはノンフィクション、まあ、ちょっと脚色したのかもしれないけど本当にあった話だったのかな。自分の最後をどういうふうに終えるべきなのかっていうのを考えさせられる映画でした。92歳のパリに住んでるおばあちゃんがいらっしゃるんですけど、まあ、子供たちはみんな自立して自分は一人暮らしで、まあ、たまに家政婦さんみたいな方がいらっしゃるんですけど、どん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 自分でできなくなることがやっぱり年を取るにつれて増えてくるんですね。車が運転できなくなった、少し事故してしまった、トイレ行けなくなった、ちょっとお漏らしするようになったとか、だから自分はそういうもう介護状態でヨボヨボになった状態で死にたくはない、最後を迎えたくはない、自分が元気な状態、まだまだ自分でいろんなことができる状態の中で、まあ要は自殺ですね、自殺というか尊厳死というか、そういうので亡くなりたいんだっていうのを誕生日の時にこう皆さんに言うんですよ。でもやっぱり家族は何を考えているんだっていうので受け入れられない中の、そういろんな葛藤があって、でパリではそういう自分で亡くなることっていうのは法律では禁止されていて、他の国ではね、ヨーロッパでは自分でこう亡くなることができるシステムもあるんですけど、まあ、そういうのも含めて最後を迎える時っていうのはやっぱりどういうことがいいのかな、その人にとって何がいいのかなっていうのを教えてくれる映画でした。私自身もなんかそういうのって結構賛成派というか、まああまり重たい話になるわけではないですけど、こう自分が人生ですごくいろいろ頑張って頑張って、その若い頃に自殺するとか死ぬとか話ではなくて、70とか80とかすごいいろんなことをやりきって、でみんなのお世話になる前にみんなと笑顔で、もう楽しかった、もう本当に思い残すことないんだよっていう中で、自分で死を選ぶっていうのも私は全然ありなんじゃないかなと思う派の人なので、考えるっていうことは大事だと思うので、ぜひ92歳のパリジェンヌ見た方は感想を教えてほしいなと思います。まあそんな中でね、まあなんでやっぱりまこさんはそんなにポジティブなんですかっていうことがすごい多かったですね。落ち込むことはあるんですか、どういうふうに切り替えてるんですかっていうことでしたけど、まあ、私だって全然落ち込むことはあるし、しんどいなって思うことはたくさんありますけど、まあ、皆さんのためにこういうふうに YouTube 発信してるとは言いながらも、結局自分のためでもあるんですよね。自分が楽しいなって、思えることってなんだろうなっていう、まあ、いや自己満発信をしてるって言えば自己満発信をしてるので、ポジティブになるために一人でずっと考えていてもポジティブにはやっぱりなれない、人とお話ししないと前向きにはなれない、落ち込んだ時も復活することはできないなって思ったんです。一人でどう何を考えても、例えば一人で何か前向きな映画を見てもやっぱり落ち込んでしまうと思うんですよね。だから人とのコミュニケーションってすごい大事だな、声で対面で会って喋るってすごい大事だなと思うので、私はそういうことをたくさんやるようにしてるんですよ。落ち込む暇もないほどにというか、いろんな人と会っていろんな人と話すとなんかポジティブになるというか、なんか常にやっぱいろんな人と関わっていかなきゃいけないから落ち込んでる暇がないという感じの方が強いですね。であとは自分がやりたい目標を必ず決める、どういう風な自分になりたいかとか、まあ大きい話じゃなくて、例えばヴィトンのバッグが欲しいでもいいですし、どこどこの旅行に行きたいとかでもいいんですけど、必ず自分に目標を決めて、じゃあそのためにどういう風に動いたらいいのかな、どういう風にお金作ったらいいかな、貯金したらいいかなっていう風に考えると、じゃあどういう風に自分が行動していかなきゃいけないのかなっていう風になるじゃないですか。だからそこを私の場合はなんか物っていうよりは、例えば私の地元のたむぎまたを盛り上げていきたいんだ、人がいっぱい来てほしいんだとか、障害がある人たちがもっと楽しく旅行できるようにしたいんだって思ったら、
自分が進むしかないというかね、ポジティブになるならないの前にまずやらなきゃいけないっていう感じですかね。だからちょっと心が逆にどっかに行ってるっていう方、なんかロボット感覚になる時もありますよ。自分がもう楽しいとか辛いとかそういうのも一旦置いといて、すごいロボットみたいになる時があるんで、それは良くないなと思うからこそ、こうやって皆さんとコミュニケーションをとって、あ、なるほど、こういう考えがあるんだなとか、こういう風に考えた方がいいんだなっていうのを勉強させてもらってる感じですね。なんかちょっと話がずれたかもしれないんですけど、なんかこういうのも私がこうやってやっぱ一方的に喋るより、皆さんとこうキャッチボールしながらなんかこうできる環境があったらいいななんていう風に思います。関さんの20歳の女性の方で、就職先がなくて困っています、クレマイスで厳しいですっていうことがあるんですけど、建物上車椅子で就職するってやっぱまだまだ難しいと思うんですね。だから私が思うのは、どこかに出勤をして勤めなきゃいけないのかっていうところがまず一つあると思うんです。まあ、こういうご時世だからオンライン上でのお仕事ってたくさんあると思うんですよね。コロナ禍になって、在宅ワークっていうのも増えました。大きい企業さんしかそういうのをやっていないかもしれないけど、でもそうじゃなくても自分でお仕事がもらえる環境づくりっていうのはできると思います。プログラミングを学んだり、デザイナー学んだり、とりあえず1回こう大きいお金稼ぎをするのでなければ、文字起こしとかちょこまかとしたパソコンでやるお仕事ってたくさんあるので、なんかそういうのってネットで探してもあるんですよ。在宅ワークとか文字起こしのお仕事とか、まあ、それこそだから動画作成のちょっと補助とか、なんかそういうのがあるので、パソコンを自分で学んで在宅でできる環境を作っていくっていうことが、私はどっちかっていうといいんじゃないかなと思うので、なんか行かなきゃいけない、勤め先に行かなきゃいけないっていう形を変えて考えてみるっていうのが大切なんじゃないかなと思います。はい、どういったお仕事や、バイトを経験された時がありますかっていうことなんですけど、高校1年生の時に初めてアルバイトをしました。同じ地域にある、神社があるんですよ。結構大きい神社があって、そこに夏休み期間中、朝8時から5時くらいまでですね、お迎えがあって、白のサムエを着て参拝しに来た方々にお守りを売るっていうバイトをやっていました。でその後はガソリンスタンドやってましたね。はい、オライオライオッケーですっていうのを、窓拭きがないガソリンスタンドだったので、もうめちゃくちゃ給油しまくりました。でその後に、田舎というか個人店のファミレスの店員さんをやって、まあ、それが高校生ですね。で社会人になって普通に勤めてたんですけど、やっぱり給料が安かったし、まあ、2年くらい経ってからも辞めようと考えていたので、貯金しようということで居酒屋さんのバイトを始めました。もう一日中朝8時半から5時くらいまで立ちっぱの仕事だったんですけど、その後に居酒屋そのまま6時半くらいとかで入って12時くらいまでやってっていうのを週4くらい入れてました。まあ、その頃は20歳前後なので、もう体力はまだまだ、まあ、眠かったですけどね、あったし、でその後に違う会社になって事務員さんをやってたんだけど、それでもやっぱ貯金が欲しい、貯金したいなっていうのがあって、でも副業本当にダメなところだったから、バレないところどこかあるかなって探した時に、パチンコ屋さんの深夜じゃなくて早朝清掃があったんですよ。朝6時から8時の2時間、会社は9時出勤だったので朝6時でスタートできるようにパチンコ屋さんに行って、その時まだね、その禁煙のとこ時じゃなかったから、灰皿とか、まあ本当にトイレ掃除とか大清掃とかもめっちゃやって、2時間清掃した後に作ってきたおにぎりを食べて着替えて会社に行くっていうのを、もうそれも週4くらいやってた気がします。その他はスナックのバイトとかもやった時ありますね。やっぱりお金を作るためには働かなきゃいけない、田舎だからそんなに仕事の種類がなくて、だからその居酒屋とかもう睡眠を削ってでもまずお金を稼ぐっていうことを
頑張っていましたね。選ばなければだから仕事ってあるんだなと思いました。でもバイトしていろんな方々と出会ってこういうお仕事ってあるんだとか、私たちが見えてる裏にこういうのがあるからこそこういうのって成り立ってるんだっていうのを知ることができたので、私はもっともっといろんな職種のバイトをしたかったなって思います。あとあれか、たきびのヤマトの仕分けもやりましたね。朝大きいトラックがバーって営業所に来て、営業所からそれぞれの地区に配達する荷物をトラックに振り分けるっていうのをやってました。楽しかったですよ。介護タクシー乗りますか、乗るとしたらどのような目的で使われますかってことですけど、介護タクシーは使ったことないです。自分で頼むっていうことはしたことないですね。仕事で、先方の方が頼んだりして使う時もありますが、基本的には選べるのであれば介護タクシーじゃなくて普通のタクシーにしてくださいって言ってたりするので、はい、そういう風にしてます。私もバリアフリーな世の中になってほしいと心から思っていますっていうことなんですけど、そんな中で最近私は手話を覚え始めました。サイレントですね。はい、ミーハーなのでドラマの影響もありますと。次は展示を覚えたいですってことでした。まこさんは手話や展示を読むことができますか？できません。あと最近あった見知らぬ人の優しさを教えてくださいということで、私は近所のコンビニで笑顔でいつでも手伝いますよオーラ全開の声をかけてくれたこと、あとは店を出るときに自動ドアだったけど開けてくれたことが嬉しかったですってことなんですけど、まあ、最近ってわけじゃないですが、コンビニだとしたら、まあ、福岡とかに行くとコンビニの店員さんって本当に海外の方が、日本人の方がほとんどいなくて、でちょっと通路が狭いコンビニであったり、扉の開け閉めがちょっと大変な、あのグッと押すタイプとかね、の私はほぼ 100% くらいでその海外の店員さんが当たった時はすごく丁寧にあのドア開けてくれたりとか、道のそのものをどけてくれたりとかっていうのをレジ終わった後とかもしてくれるなっていう印象ではありますね。まあ、下半身麻痺の女子の方で、トイレに介護用ベッドがないとトイレができませんと。自己導入しているのがどうやって管入れてますか、ずっと座っているから腰が痛くなりませんかということなんですけど、自己導入のやり方は動画で以前説明したことがあるので、ちょっとそちらをぜひご覧ください。ここら辺にカードをね貼っておくのでそれ見てほしいんですけど、あと腰が痛くなるっていう部分に関しては、まあ麻痺してるから本当は感じないんだけど、やっぱ若干違和感っていうのは感じます。なんか痛いなっていう感じがあるので、ベッドに乗って膝をこう抱える、体育座りをグッと抱えるように仰向けでねやって、こうゴロンゴロンゴロンってして、こう背中をグッとこう伸ばす感じ、お尻から持ち上げるでもいいですけど、腰が伸びるのでぜひそれやってください。私も寝る前とかベッドに上がった時とかはやるようにしてます。と、 YouTube チャンネルを始めてからの毎月いくら稼げているか気になります、あるいは年収でも良いしですってことですけど、と、 YouTube ってチャンネル登録者数は関係なくって、収益にねやっぱり再生回数なんですよ。で、最近の私の動画を見ていただければわかるんですけど、再生回数がもうめちゃくちゃ少ないので、 YouTube の動画の再生数からする収入にしてはもうすごい下がりました。始めた当初とかはね、あの100万回とか行ってた時はやっぱり月100万もらう時なんてありましたけど、今はもうリアルな数字を言うと平均15から20、まあ20はいかないくらいですねをもらってます。なので皆さんもっと見てください。見てもらえるような動画を作らなきゃいけないんですけども、ぜひ見てほしい。 YouTube の収入以外にも講演会とかをやらせていただいているので、そのお金はありますけど、でもやっぱり、まあ、YouTube も流行りものだと思うんですが、そういうのもあるので、もっともっと他で、どういう風に収入を得ていかなきゃいけないかなっていうのを日々考える毎日でございます。はい、5歳年下の人が好きなんですと、どういうアピールをしたらいいですかっていうのがあるんですけど、私は結構ガン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 行く派なんですよね。好きですアピールをすごいします。まあ、それで本当に相手の出方で脈なしか、まあ、ちょっと頑張ればあるかなってわかるじゃないですか。可能性あるのかもしれないなっていう時はやっぱりどん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 
連絡を取り合う、 LINE をし合うっていうよりは会う時間を作ってくださいっていう方が多いですね、私は。だからご飯行きましょうとか飲み行きましょうとかっていうのをすごい私は言っちゃうタイプです。だからどんどん言った方がいい、好き好きアピールはねした方がいいと思いますよ。それでダメならダメだし、私もねこういうこと言うと私の地元の過去を知ってる人たちがわーってめっちゃなんか来そうだけど、かやっぱ声大きい女性ではあったと思うんですよね。なのでなんかこういったこともこう皆さんとやりたりしながらね、恋愛のお話、恋愛相談、まあ、相談相手じゃないかもしれないけどやれたら面白いかなと思ってます。まあ、あとはね、彼氏さんの話ですね。お忙しい日々を送ってらっしゃると想像しますが、彼氏さんとはどのくらいのペースで会ってますかっていうことなんですけど、まあ、そうですね、私は山形、福岡行ったり来たり、そこからまた東京行ったり、いろんな県に行ったりしてるので、やっぱり会うとしたら、まあ、月2か、会えなかった時は月1ですね、になります。もう本当はそれくらいでしか会ってないですが、別にそれで十分というか、今の時代テレビ電話なんていうのもあるので、そういうのがあれば、そんな私、会いたい会いたい会いたくてたまらないのっていうキャラ感ではないので、十分です。こんな感じで質問コーナーたくさん答えていきました。やっぱいっぱい話すと、いっぱい喋るといっぱいな時間がね、長くなっちゃってるんですけど、皆さん最後までご覧いただいてるんでしょうか。はい、ということで、今後はリアルで皆さんとこうお話ししながらなんかこうやっていくっていうような企画もやっていけたらと思います。はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい。